ダニエル・アマルテイは、ガーナ・アクラ出身のサッカー選手。レスターシティ FC 所属。ガーナ代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。2016年1月22日、レスターシティ FC と2020年までの4年半の契約を締結。2016年2月27日、ノリチ式戦にて、プレミアリーグデビューを果たす。 2016から17シーズン、主力であったエンゴロカンテが流出し、ダニードリンクウォーターの尿防薬として起用が増加。2016年12月17日、ストークシティ戦にて初ゴールを記録した。しかしながら、カンテの穴を埋めることはできず、冬に獲得したウィルフレット・ディディが、すぐさまスタメンに定着したことで、徐々に出場機会を失っていった。 2018年10月27日、ウエストハム戦にて足首を骨折し、残るシーズンを長いリハビリに費やした。2018年12月20日、新たに3年半の契約延長を結んだ。2020年9月23日、アーセナルとのカップ戦にて、約2年ぶりとなる、戦線復帰を果たすと、4日後のマンチェスターシティ戦には、スリーバックの右で起用され、 チームは5から2の大勝利を収めた。ありがとうございます。